チャオ、あっちゃんです。今日は8月の9日、あっちゃん家の晩ご飯、取り焼きます。はい、取り焼く前にブロッコリーをね、ちょっとね、下処理をしていきます。ちょっとこれね、ブロッコリー前に買ってんけど、傷んじゃった。ちょっと色がね、変わってきた。まあ、見切り品を買ってきたからね。小房に分けて、どうしようかな、どこでしようかな、揺さぶりかな、でこう、まあ、ちょっといろいろね、こう、まあね、ちょっとレンチンしといたら。レンチンします。軸も使わないからない軸もちょっとレンチンします。じゃがいも洗いましょう。これね、なんか聞いてくれた、あっちゃんちのたわしはじゃがいも専用。そうです、じゃがいも専用、はい、じゃがいもとかね、ごぼうとかね、そんなんをゴシゴシする専用、シンク洗うのはね、シンク洗う用のスポンジで洗ってんの。じゃがいもはね、もう皮ぐちぐち食べるからさ、たわしでゴシ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 表面洗って、それからもう皮ぐちいくねんね。皮と身の間が一番栄養があるって、あっちゃんは信じてるからさ。髪の毛がくしゃくしゃ。ではね、作っていきましょう。芽が出てるわ。夏はやっぱりね、じゃがいも芽出やすいね。はい、ピーやね。ブロッコリーね、これをどっか置いときましょう。食べるね、これとこは。見た、冷凍します。で、じゃがいも、まあ、食べやすく一つ次第ぐらいに切って、真ん中がある茶はブロッコリーやった。レンチします。2分半。ちゃ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 。芯をね、だいたい普通のブロッコリー1分半で、芯は2分半。
怖く皮むいた方がいいかな。使うときに考えよう。あちいちいちい、うん、暑かった。ね、コリンキー、ね、コリンキー、コリンキー、三角形の見極めじゃない。このままバターを取り抜きスライスしてドレッシングでお召し上がりください。かぼちゃの割にはそんなに辛くない、はい、これでバターをくり抜き、いい感じかな。こんな感じかな。うん、生で食べられる、悪くない。バター食べられへんかな。ちょっと食べてみようか。悪くない、食べられるわ。またいけるんじゃん。レタスを切って、レタスの芯を抜いて、レタスの、ね、サラダを、コリンキーをちょっとこう入れて、ちょっとね、ちょっと食感に面白いから細かく切っておきます。ワタもね、一緒に別に取っておきます。結構なんかね、食感がいいからなんか使える、これ、うん、痛い、鶏ももを、鶏ももをやねんけども、ちょっと待って、さらに切ってもらえば、まな板鶏ももね、うん、スライスは使うのめんどくさいから。
スライス洗うめんどくさいでしょ。なんかそういう時は包丁でシャシャシャっと細切りにして、これ食感にきゅうりがないからね。よし、オッケー。で、鶏肉。鶏肉をね、鶏肉を広げます。で、塩ちょっとこれね、この前フレンチ風の鶏の照り焼き作った技をちょっと入れましょう。はい、またあっちゃん流です。めっちゃめっちゃ我流です。塩します。こっち側だけね、皮目にしません。岩塩ちょっと濃いめに、岩塩ね。 OK、 これで OK です。では行きましょう。ではオリーブオイルを使いたいところだけど、もうオリーブオイルがないのよ。米油、あ、ニンニクや、そうした。ニンニクちゃん、もういらんの。後で、はい。では、いきます。まず、身側からね、ちょっと、黄色をちょっと焼いたら、黄色をちょっと焼いたら、要は縮まないようにね、焼いたら、そして裏返して、中火、ちょっと強火よりは中火で7分。
一口大に。ここにね、じゃがいも一緒
だいぶ濡れたと思う。お願いします。下味付け、味付けはアザヤさんが送ってくれたトマトバジルの、トマトソースを使わせてもらいます。ね、日本のトマトソースとかでもいいし、トマトジュースでもいい。あとね、揚げられもね、どうか出てきた。硬い人は焼くべきだったんで、でこれを、味付けを見ながら味付けていきましょう。市販の、トマトソースとかでもいいし、ミートソース、パスタ用のソースでもいい。これ中火で出して約2分、出して2分いきます。ブロッコリーの新聞か。10秒ぐらいです。5、4、3、2、1、0、あとは強火にして、強火にしてこれ戻します。レタスも少ないように、ちょっと緑を入れたかったからね、色味に。で、ブロッよく見て、ちょっと湿気を飛ばします。
下の方に掘り抜き、掘り抜きを細かくしていくよ。これラスト、味見て、うわ、美味しい。これ最高、最高やけど、ここもさらに最高にするのに、ブラックペッパー。完璧です。多分。これは完璧です。あれでもやるね。これは。マジでね。やば、完璧。はい、ヤバタンです。はい、何持ちだ。おい、ブラックペッパーを、はい、完成です。はい、できました。なんかようわからへんねんけど、鶏肉の、トマトソースで炒めたのか煮たのかみたいなもの、めっちゃ美味しいこれ、うん、で適当に作ったサラダ、コリンキーを入れてます。はい、で食べたいと思います。はい、今日のあちゃんの晩ご飯、鶏ももの、野菜を適当に入れたトマト煮炒めみたいなもん、イタリアンなもの、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、あのコリンキーとかのサラダ結構美味しかった。でもよかったよと思ってくれたら高評価を。で、コリンキーって何ってわからんとかの人は、道の駅とか行ったら売っとるかわからへんので、もし見つけたら食べてみてください。生で食べられるかぼちゃです。ワタもね、結構やこくって、ワタのまんまもでも食べられると思う。なんちゃん今回ワタ取ってみてんけど、いけそうやったから刻んで一瞬混ぜてみてんけど、うん、食感がコリコリってして美味しいし、うん、結構ありです。また買っていきましょう。はい。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。こんなあっちゃんずキッチン、よかったよって思ってくれたら、これからも見たいなって思ってくれたら、いや、これから見てもいいかなとか、ちょっと気になるなって思ってくれても、なんでもいいからチャンネル登録よろしくね。では、またね。バイバイ。ついでにこの辺に出てるゲームチャンネル登録してくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。